西部戦線の終盤の動き。フランクリン・ナッシュビル方面作戦は、左側のフットの動きが、特徴を南軍北軍。フランクリン・ナッシュビル方面作戦は、南北戦争の終盤百8 6 4年は秋に、西部戦線のアラバマ州、テネシー州及び、ジョージア州北部で戦われた一連の戦闘である。南軍ジョンベルフット中将のテネシー軍が、 ジョージア州アトランタから北に進行し、北軍ウィリアム・シャーマン少将の通信戦と、テネシー州中部を脅かしたが、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将の北軍が、テネシー州ナッシュビルで、フット軍に対して決定的な勝利を挙げた。フットのテネシー軍3万9000名は、ロバート・イーリー将軍の北バージニア軍に次いで、南軍に残っている軍隊としては2番目に大きなものだった。 ベンジャミン・ F ・チーザム、スティーブン・ディ・リー及びアレクサンダー・ピースチュアート拡中将の参考軍団とネイサン・ベッドフォード・フォレスト少将の騎兵隊で構成された。この方面作戦の開始時点でミシシッピ地区軍と呼ばれた北軍はアトランタにいたシャーマンが指揮していたが、シャーマン自身が関わったのは10月の終わりまでだった。シャーマンが指定したのは トーマスのカンバーランド軍であり、この軍隊は以前、ウィリアム・ローズクランズ少将やシャーマン自身が指揮していた。シャーマンが海への進軍のために去った後はトーマスが主たる指揮官であり、その下にはジョン・マカリスター・スコフィールド少将が指揮するオハイオ軍がついた。総勢は3万4000名であり、デイビッド・ S ・スタンリー少将の第4軍団。 ジェイコブ・ディ・コックス巡将の第23軍団及び、ジェームズ・ウェイチ・ウィルソン少将の騎兵軍団で構成された。トーマス軍にはナッシュビルまたその管轄範囲内にも参加させた別の6000名という兵力があった。シャーマンはアトランタ方面作戦に成功し、アトランタを占領した。フットは、 アトランタ市役渡しを強いられ、ラブジョイ駅で自軍を再結集した。ほぼ1ヶ月間、通常は攻勢を取るシャーマンがほとんど動かず、その兵士たちは無意に過ごし、多くの者が徴兵期間の終了で軍を離れた。1864年9月21日、フットは自軍をジョージア州パルメットに移し、そこで9月27日、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの 訪問を受けた。二人は戦略を話し合い、フット軍がテネシー州チャタヌーガに向かって、シャーマンの通信船に対する作戦を行うことになった。彼らはそうすれば、シャーマン軍がついてきて、フットがシャーマンを決戦に誘い込めると期待した。シャーマンはサバンナシダッシュのために、東への行軍を立案していたが、後方チャタヌーガまでの通信船を心配していた。 一つの特別な脅威は、ゲリラ戦の指導者で、騎兵大指揮官ネイサン・ベッドフォード・フォレストであり、長い間北軍広報を電撃的に襲撃する、ことで悩ませていた。9月29日、ユリシーズ・グラント中将はシャーマンにフォレストを処理し、トーマス・オナッシュビルに派遣して、テネシー州内のすべての軍隊をまとめさせるよう指示した。シャーマンは、 ジェームズ・ D ・モーガン巡将の別の手段をチャタヌーガに派遣した。これまでシャーマンがその通信線を守るために兵力を分散させられていたので南軍の戦略が機能していた。しかし、シャーマンは完全にはフットの罠にはまらなかった。トーマスにフォレストやフットに対処できるだけの兵力を与え、一方でサバンナに向けた攻撃作戦を実行するつもりだった。 9月29日、フット軍は、チャタフーチ川を越えて、前進を始め、シャーマンの供給船である、ウェスタンアトランティック鉄道を脅かすためにその4万名の兵力を北に向けさせた。10月1日、フットの騎兵隊がマリエッタ近くの鉄道を襲っている、時に、北軍ジャドソン・キルパトリックと、イズラエル・ガラード各順将の騎兵隊に妨害されたが、シャーマンは依然として、 フット軍の所在がつかめていなかった。続く3週間、シャーマン軍は、フット軍の動きについていく困難さを味わった。フット軍は、急速に動いており、その後軍を遮蔽し、主導権を取り続けた。北軍の騎兵隊はシャーマンが適切に訓練していなかったものであり、フットを追跡しその動きを報告するのに苦労していた。10月3日、シャーマンは、 ヘンリー・ W ース・スローカム少将をアトランタに残し、約5万5千名を率いて、マリエッタに向かった。フットはその軍隊を分けて、指揮下の大半をダラスに送った。残りは、サミュエル・ジー・フレンチ少将の一個師団であり、北軍ジョン・エーム・コース順将が、南軍の動きを遮るために派遣されていたアラトゥーナに向けて鉄道沿いに進んだ。南軍フレンチの師団は10月5日の日の出に、 アラトゥーナ近くに到着した。フレンチは北軍に降伏を要求しそれが拒否された後で攻撃を始めた。北軍の外郭の戦線は2時間半南軍の攻撃に持ちこたえたが、その後後退し、アラトゥーナパスにあるど森の砦で再結集した。フレンチは繰り返し攻撃したが、砦は持ちこたえた。南軍は弾薬が突きかけ、 北軍の援軍が到着したという知らせによって、後退しフットの本隊に再合流した。フットは、その後西方に動き、アラバマ州との宗教に近いローム近くで、クーザ川を渡った。そこから、北のレサカ方向に向きを変え、それまで、テネシー州で襲撃を続けていたジョセフ・ウィーラーの、騎兵隊と合流した。10月12日、フットは、レサカに駐在する。 北軍旅団に降伏を要求し、レサカ氏を包囲するために、スティーブン・ D ・リー中将の軍団を残した。D は、北軍の陣地を攻撃すれば損失が大きくなると、考え攻撃を拒否した。一方シャーマンは、フット軍の所在がつかめ、レサカへの援軍派遣を命じた。フットは、アレクサンダー・ピースチュアートを、北のテネシー州との宗教に近いトンネルヒルまで送り、 できる限り鉄道を破壊させた。この作戦の間、スチュアートはダルトンでアフリカ系アメリカ人の一個連隊を捕虜にした。シャーマンはその全軍をレサカに向けさせ10月13日に到着した。フットはレサカから西のアラバマ州ゲールズビルに向けて撤退した。フットはジョージア州クロスローズ近くでシャーマン軍と海戦に及ぶことを期待したが、その部下達が 自軍は攻撃のリスクを犯すだけの指揮が備わっていないと説得した。この頃までに、シャーマンはグラントからサバンナへの行軍を検討した方が良いという指示を受けていた。シャーマンは迅速に移動しているフット軍を追跡するという短期間の目標を決めた。トーマスに以前北へ派遣していたニコ師団を連れ戻させ、10月17日までにこれらの師団は、 ジョン・スコフィールドの指揮下に入っていた。この部隊が10月23日にゲールズビルでシャーマン軍と合流した。フットはクロスローズでその戦略を集中させるために時間を使った。トーマス軍がシャーマン軍と再結集するのを阻止し、それを押しつぶしておく必要があり、テネシーまで迅速に動けば北軍が再結集する前にトーマス軍を破れるかもしれないと計算した。 トーマス軍を排除できれば、ケンタッキー州中央まで進軍し、ケンタッキー州とテネシー州から新兵を募って補充できると考えた。シャーマン軍が追いつく前に、これらすべてを成し遂げることを期待した。その作戦では、もし、シャーマン軍がついてくれば、ケンタッキー州で戦うことであり、そこからはカンバーランド強国を抜けて、東に移動し、ピーターズバーグで、 包囲されているロバート・イーリー軍を救援できるというものだった。10月21日、フットの作戦は西部戦線全軍を指揮している PGT ボーリガード将軍の承認を得た。フット軍はアラバマ州リケーターに向かって進発し、フロレンス近辺でフォレストの騎兵隊と打ち合うつもりだった。フットはテネシー川を渡る試みの中で リケーターに対する自人行動を行った。ロバート・エス・グランジャー巡将が指揮する北軍は、この戦闘の間、その戦力は約5000名に過ぎなかったが、はるかに大部隊の南軍が川を渡るのを阻止できた。フォレストは23日間の襲撃を引き、その頂点がテネシー州ジョンソンビル北軍補給基地への攻撃だった。ミシシッピ州コリンスから北に降り、 ケンタッキー宗教に向かって一時的にハーマン砦出でテネシー川を塞ぎ、続いてテネシー川西岸に沿って南に下り、北軍の蒸気船やボートを数隻捕まえたが、それらは後に放棄するしかなかった。11月4日、ホレストは北軍補給基地の対岸に大砲を据え始め、ジョンソンビルに上陸した。2日間にわたって陸軍と川の軍隊の間に、 多くの光線があり、北軍補給基地はかなり破壊された。この勝利で、フォレストの評判をさらに高め、北軍の大量の物資を破壊したが、ジョージアで北軍が成功を収める流れを止めるまでには、至らなかった。フットはアラバマ州タスカンビアまで移動し、一個師団だけで10月31日に、テネシー川を渡った。そこにいた、北軍機兵隊はあまりに弱くて、 そのとかを阻止できなかったが、フット軍の所在について貴重な情報を供給できた。一方、10月30日、シャーマンもスコフィールドに第23軍団をつけてトーマス軍のところへ派遣し、アンドリュー・ジェイ・スミス少将の軍団にはナッシュビルへ移動するよう命令した。シャーマンはフット軍に対処するためにトーマスに十分な軍隊を当てがったと確信し、 ジョージア州を移動する行軍に備え始めた。11月10日までに、シャーマン軍はアトランタへ戻り始めた。フットはフォレストが戻るのを待ちながら、フロレンスで3週間を過ごし、フォレスト隊は11月18日に帰ってきた。一方トーマスはシャーマンから迅速に行動するよう、催促されていたものの、そのゆるりとまた慎重な将軍という評判をここでも発揮していた。 フット軍は3体で進軍し、テネシー州コロンビアのダック川渡しを占領しようと、したが、これが成功すれば、トーマス軍とスコフィールド軍を引き離すところだった。11月22日、スコフィールドは、コロンビアを確保するためにニコシガンを北へ急行させ、最初の部隊は11月24日に到着して、フォレストが橋を掴む前に間に合った。北軍は、 町の南に土塁による二つの戦線を構築し、11月24日と25日は、南軍の騎兵隊と小ゼリア用を行った。翌日フットはその不評隊を前進させたが、攻撃は行わなかった。前線で G 行動を行わせながら2個軍団には、ダック川沿い5マイル東のデイビスフォードに進ませた。スコフィールドは、フット軍の動きを正しく掴んでいたが、 悪天候のために11月28日以前に南軍が北岸に渡るのを阻止できず、コロンビアを明け渡した。翌日両軍は北のスプリングヒルに進んだ。スコフィールドはフット軍の動きを遅らせたが止めることはできなかった。南軍が前進する間に北軍ジェームズ・ウェイチ・ウィルソン巡将の騎兵隊と南軍フォレストの騎兵隊との間に小競り合いが終日続いた。 スコフィールドは部隊を補強し、スプリングヒルの交差点を抑えた。午後遅く、北軍は南軍不評隊の散発的な攻撃を撃退した。夜の間にスコフィールドの残りの部隊はコロンビアからスプリングヒルを通ってフランクリンまで移動した。この時がフットにとって北軍を孤立させ打ち破る最善の機会だったはずだが、 その部下達はゆるりとしか動かず協調もなかったので、トーマス軍が妨害もなく、フランクリンに移動することを許した。スコフィールドは11月30日の日の出頃に、フランクリンに到着し、すぐに街の南縁で1863年春の第一次、フランクリンの戦いで北軍が構築していたボール位に、防御線を作り上げた。これは川を背にして守ることになるので、 危険な戦略だった。船橋が到着しておらず、それに積んだ物資も得られなかったので、川を渡ることができなかった。午後4時頃、フットが北軍前線に対して正面攻撃をかけた。前進陣地を守っていた北軍のニコ旅団が圧倒されて内側の防塁に撤退したが、その両隊が最後まで持ちこたえ大きな損失を出させた。夕暮れ後に戦闘が止むと、 南軍は6人の召喚が戦死、または致命傷を負っていた。フット軍はゆるりとトーマス軍をナッシュビルに負った。フット軍はこの時弱体化しておりもはや攻勢を取る状態ではなかったこともあり、後に議論を呼ぶ動きになった。しかし、フットはもし撤退を命じれば、軍隊の完全な崩壊につながると感じていた。ナッシュビルチャタヌーが鉄道を破壊し、 マーフリーズバラの北軍補給基地を混乱させれば有利になると決心した。12月4日、フォレストの2個機兵師団にウィリアム B ・ベートの不評師団をつけ、マーフリーズバラに派遣した。フットはベートにマーフリーズバラとナッシュビルの間の鉄道と商用塞を破壊し、その後はフォレスト隊に合流するよう命じた。フォレストの複合部隊はマーフリーズバラを攻撃したが、 撃退された。鉄道の軌道、商業祭及びいくつかの家屋を破壊し、全体的にその地域での北軍の行動を混乱させたが、それ以上のことはできなかった。マーフリーズバラ襲撃は小さな刺激に過ぎなかった。ベートはナッシュビルに呼び戻されたが、フォレストはマーフリーズバラ近くに止まり、このためにナッシュビルの戦いに参戦できなかった。結果論で見れば、 フットがその主力部隊からホレスト隊を離すと決めたことは大きなしくじりだった。フット軍は12月2日にナッシュビル郊外に到着し、北軍前線に並行する他の線に陣地を占め、掘るよ気き始めた。トーマスは12月1日から12月14日までフット軍を打ち破ろうとする戦闘の準備を行った。ワシントンからは攻撃しろという多くの圧力を受けていた。 文民政治家や軍の上層部はどちらもテネシー州におけるフットの侵攻やバージニア州におけるグラント対リ D の手詰まりに神経質になっていた。トーマスは12月8日に攻撃の準備ができたが、降雪のために延期し、ワシントンをさらに怒らせた。12月13日、ジョン・エイ・ローガン少将がナッシュビルに向かい到着した時に、 トーマスがまだ行動を起こしていなければ指揮を取れと指示された。ローガンは12月15日までにケンタッキー州ルイビルまで進んだが、その日にナッシュビルの戦いが始まった。トーマスはフットの両側面を叩く作戦であり、右翼に小さな攻撃を行い左翼を主力の攻撃とする考えだった。12月15日の夜明け前、 ジェームズ・スティードマン少将の師団が南軍の右翼に当たり、その日の残りは一個軍団を釘付けにした。左翼への攻撃は、スコフィールドが二個軍団と一個師団を指揮し、午後のモンゴメリーヒルへの突撃で始まり、南軍前線を壊滅させる効果があった。フット軍は打ちのめされたが、回装まではしなかった。暗闇と共に戦闘が終わり、 フットは二日目の戦闘のために編成を立て直した。元の位置よりも約二マイル南の尾根六に沿って主たる抵抗線を構築し、その側面には新しい防類を旧五白石岡を防災化した。北軍は前進して南軍の新しい前線に接近し、12月16日の朝にホルインの建設を始めた。 この日もトーマスは両側面をつく考えであったが、南軍の防御を施した右翼への最初の攻撃は不成功だった。その後にスコフィールド、スミス及びウィルソンによる力強い左翼の攻撃が行われ成功した。その攻撃で気を良くしたトマス・ジェウッドとスティードマンが右翼への攻撃を再開し、南軍を圧倒した。フット軍は崩壊し、激しい雨の中を フランクリンの方向に逃げ出した。北軍はフット軍の追撃に移った。雨が南軍にとっては幸いとなり、北軍機兵隊の追撃を遅らせ、ホレスト隊が12月18日にフット軍に合流して退却する軍隊を遮蔽した。この追撃は、打ちのめされたテネシー軍が12月25日にテネシー川を再度渡って戻るまで続いた。フット軍は、 コロンビアで止められ、フランクリンで叩かれ、そしてナッシュビルで改装した。フットはミシシッピ州チューペロまで撤退し、1865年1月13日に指揮官を辞任した。フォレストはミシシッピに戻ったが1865年にジェームズ・ウェイチ・ウィルソンによってアラバマ州内に追われ、その部隊は賞賛し力を失った。 ナッシュビルでフット軍が敗れるまでにシャーマン軍はサバンナ郊外まで進出しクリスマス前にこれを占領した元テネシー軍から5000名の兵士がジョセフ・ジョンストン将軍のとに集まりサウスカロライナ州でシャーマン軍と対抗したがもはや焼け石に水だったフランクリン・ナッシュビル方面作戦は南北戦争西部戦線では最後の重要な戦いだった ありがとうございます。